可能性がまだ今治には残されています。13時キック、主審藤田優の笛でまもなく前半の45分です。ファーサイドで待ちます。そのファーサイドヘディング、わずかに外れました。決定機を作ります。平川でした。柔らかいクロス、モレラと左足シュート、ここはパンチングで逃げました。オンターゲットのシュート。から今季新加入のモレラとブレンネルとのホットラインです。下がりながらのディフェンスは岩手。上原、長い距離運びます。クロスでボレーシュート、いいシュートではありましたが枠の中ではありませんでした。沢上、レオミネイロ、桑島抜け出す、右に原田が待っていますがそこにつながります。コントロールして左足のシュート、均衡を破れます。ミドルシュートを突き刺しました。原田渡る、今治が欲しかった先制点。手元で55分です。今治が先制します。決めたのは原田渡る、2試合連続ゴールです。フル出場だった27番の橋本。上原、前が空きます。速いクロスで飛び込んでいく、クロスバー、下にいる、先ほどのプレーです。いいクロスでした。ダイビングヘッドは原田。今度はコーナーの右角は得意にしている林正道。逆に岩手のボールです。柔らかいクロスから、あ、ヘディングシュート、よく防ぎました。終了です。ダイビングヘッド上がってきました。シュートまでは打たせません。飯泉です。そのまま上がります。林キープ、まだ味方はそれほど上がらず一人で行った。林のシュート、惜しかった追加点、一人で決め切りました。イメスタでは決定力の高い林正道、これで 2-0、 決定的な2点目、終盤に入りました。ご覧のシーンです。林のドリブルから、今藤田が笛を加えます。ここで試合が終わります。勝ちました今治、痺れます。なんという精神力でしょうか。